サンフストはアルゼンチンのブエノスアイレス州ラマタンサパルティードの都市であり政府の所在地。サンフストは様々な商業的及び文化的資源を享受している比較的繁栄している都市。国道3号線と修道4号線の戦略的な場所はパルティードで最も活発な場所の一つ。アルゼンチンの詩人ペドロ・ボニファシュパラシオスはサンフストで生まれた。 町のメインストリートの一つは彼のニックネームワルマフェルテにちなんで名付けられた。サンマルティン広場はラマタンサとその市民の中心であり、パルティドの主要な機関は半径4ブロック以内にある。1852年に治安判事であったリノラゴスラがラマタンサに首都を設立するために必要な土地の最初の申請を行う。しかし土地が与えられたのは1856年。 フストビレガスの相続人を代表するジョゼ・ゴークスは彼らが所有しコミュニティに寄付する意思のある土地に財団を設立することを提案。また、この寄付は公共サービスを提供することを目的としていることを明らかにした。そこで彼らは自治体、教会、学校、そして治安管理を構築したという。渡された区画には墓地、市場、 住宅地の建設用の土地も含まれていた。さらに、2万ペソの強力なペソが工事を実施するために配達された。8月5日に寄付が受け入れられ、1856年12月25日にサンフスト市が設立され、現在イタリアン病院を占有している資産の基礎が築かれた。フストビレガスの相続人の要請により、この都市をサンフストと呼ぶことが決定され、 1857年1月8日に、市営企業の設立が要請された。その年の3月5日、ヨアクインマドリアが、ビゼンテ・シルベラ、ハローリオ・ショー、エミリオ・バイリーガスなどの地元住民が統合して、機能し始める。メルチョル・ロメロが村の境界確定を担当し、1857年11月13日に、州の調査局によって採択されたため、 スクエアリーグに限定された。市民会館はスペイン植民地時代の形で建てられ、公園と市庁舎、教会、銀行、警察署が両側にある。経済は主に家畜と農業活動に基づいており、穀物生産が最も支配的でした。1852年以降、牛の繁殖が羊毛含有にとって変わられるなど、家畜の活動に関していくつか変化があった。 1929年7月7日、ラマタンサ地区行政の本部である市庁舎が黒原市長の政権時代に竣工。アベニーダーリエタ・サンフスト市は連邦首都から 3km 強の場所にあり、長さ約 7km、幅4の東西セクターをカバー。その限界はメルチョル・ロメイロのクローズアップから何年にもわたってマークされた様々な法令、条例、 監修に従って進化してきた。1858年6月20日、死のエヒードの限界を規定する計画が承認された。これらは、クラシックマイルで区切られ、マルガリータリノ・ラゴス、ラモス・メキシア家、プエール・レドン家など、他の著名な隣人の土地を含むドナーの土地に囲まれていた。現在、フストビレガス家から寄贈された土地は、ベーロ、リンコン、ドンボスコ、 リベラインダルテ通りの間にあります。サンフストは、ラモスメヒア、ロマスデルミラドール、ラタブラダ、シウダーエビタ、イシドロカサノバ、ビラルズリアガの町に隣接。現在の制限は、ラパス、リベラインダルテ、アルベルト・ラルティガウ、カミノ・デ・シンチュラ、ベネズエラとビージャルズリアガ、ペドロ・レオンガロ、フアン・マヌエル・デ・ロサス、ホセイグナシオルッチとイシドロカサノバ、 アベニーダ・インテンデンテ・クロバラ、シウーダー・エビタ・カミノデ・シンチュラ、ペリベ、ラ・タブラダ、ホルモサ、ロマス・デル・ミラドール、アベニーダ・グラル、モスコーニ、ロカの線路、ラモス・メヒア・サンフス都市には、気象情報の記録はありませんが、その街の気候を知るには、最寄りの気象観測所に相談する必要があります。ヒートアイランドが都市部にあり、ここ数十年の都市の成長により、 霜や霧の量は著しく減少。サンフストで最後に雪が降ったのは2007年7月9日。2010年の国勢調査によると、その人口は13万6604人。当時、それは、党の最も多くの住民がいる6番目の町。これは、前回の2001年の国勢調査で登録された10万5274人と、 比較して29.8%の増加に相当します。1サンフストは2010年のラマタンサの総人口の7.69%を占めたサンフスト女性合唱団サンフストの住民は数多くの初等、中等、高等学校を利用している。その中で最も有名なのはおそらくアルマフエルテ学校受賞歴のある公立学校サンフスト教区学校である。 マタンサ国立大学はサンフストにあり、現在、この地域の教育、スポーツ、文化活動の主要な中心地となっている。サンフストには、いくつかの関連するクラブがある。アルミランテブラウンクラブの本部は、サンフストの中心にあり、ルイスメンドーサスポーツコンプレックスは隣接する、石ドロカサノバの町にある。設立は1912年7月1日まで、遡り、 そのプロサッカーチームはアルゼンチンサッカーの第二部門であるプリメーラナショナルに属する。1919年に設立されたサンフストソーシャルクラブと1921年に設立されたフラカンクラブもある。プリメーラ D 部門のリニエソーシャルスポーツクラブは1983年からサンフストのビルガス地区にスタジアムを所有。彼らは3にありますその近所のビラコンストラクトラ。 開発文化協会とコッコリーノサンフストクラブ、ビラアリダ開発協会は1950年8月に設立された。ありがとうございます。